色鉛筆を折ります。まず4分の1に切った紙を用意します。こちらをまず、色が5ミリほど見える程度に折ります。裏返して真ん中に折り目をつけます。こちらの折り目に向かって三角に折ります。反対側も折ります。もう一度三角に折ります。こちらの辺をギザギザに切ります。裏返してこちらの先の部分が 1.5 センチぐらい見えるように折ります。こちら裏返して3分の1に折ります。一度戻して片側に差し込みます。こちら裏返してこちらで完成です。